そろそろ一番花が終わる頃ですね。今日は6月のバラの管理をお話しします。皆さんこんにちは。山梨県のバラ苗専門店小松ガーデンの後藤みどりです。一番花の5月のバラいかがだったでしょうか。とっても楽しかったですね。もう新芽からつぼみ、つぼみから開花、もうこの時期は本当に寝てはいられません。毎日毎日、綺麗なバラをこの目で見れるのは本当に嬉しい、本当祝福のひとときですよね。皆さんもたくさん楽しんだことと思います。そして勉強熱心な皆さん、もう来年が始まっています。バラのお手入れはここからです。今日は6月の管理をお話しするんですが、今からやることがとっても大事になってきます。今年から初めてバラを育てる方も、この動画をしっかり見て、6月からお手入れをしてください。毎月毎月やることがありますが、淡々とやっていただくと来年の開花は間違いなく素晴らしいものになってきます。私も毎朝、花がら切りを、ロザベールで手伝っています。切っている最中に、あ、この株はちょっとまだ元気がないなとか、これはもうすごく元気になったなとか、いろいろ健康状態を観察しつつ、次のステップに進んでいきたいと思います。今日は6月の管理を、しっかりと覚えていただいて、皆さんにもまた素晴らしいバラ作りを、していただきたいと思います。前日から、放送している開花状況など見て、遠くから大勢の方がいらしてくださいました。本当にありがとうございます。周りの方のいろいろなお話も聞きつつ、この動画を、制作しています。また皆さんも参考にして、バラ作り頑張ってくださいね。はい、それでは今日は6月のバラの管理をお伝えします。団地を基準にしています。それ以外の地域にお住まいの方はその地域に合わせた管理を行ってください。まず剪定です。花がこんな風に終わりかけてきて、花弁の周りがこう少し茶色くなってきた場合には、花がら切りを1輪ずつ行います。そうすることで今一番綺麗な状態の花姿を鑑賞できます。遅咲きはね、これから咲くなんて地域もあると思いますから、徐々に花がら摘みを、毎日できれば欠かさずにやってください。またカビなどの病気の予防にもなりますから、あまり花びらを下へ落としたり、このまま腐らせたり、長雨が続くと腐ってきますので気をつけてくださいね。一株すべての花が終わったら、地際から先端までの高さの上から3分の1を目安に切り戻します。この時、下葉の混み具合、きちんとね、消毒していると葉っぱがもうたくさん重なるように出てますから、それは風通しが悪くなってしまいます。葉を取ったり枝抜きをしましょう。いろんなお宅に伺いますが、ほとんどの方が弱い枝も残しているので、下の方が結構混み合っています。弱い枝が多いとそこから黒星病が発生します。梅雨に入る前に、きちんと下葉の整理もしてください。はい、それでは今日はこのノバーリスで、花がら摘みと、そして、切り戻しをやってみたいと思います。2番花が咲くためには花がら摘みだけではあまりいい花が咲きません。なので結構、この伸びた高さの3分の1を切り戻す、切り戻しを作業としてします。まず、花がら摘みなんですが、汚いお花がこう花びらの周りが汚くなったら、こうやって1輪ずつ綺麗に切っていきます。そして全部の花が終わるとこんな感じになりますね。で、これはまず花がなくなった状態、花がら摘みのみをした状態。そして、これ全部終わったら切り戻しをする。それを今日やってみたいと思います。
ちょっと全部切ってみますね。はい、まだここにちょっと少しだけつぼみがあるので、まあ、これは咲かしてもいいかなと思う。だいたいこう切れましたね。そしたら、全体の樹高の高さの上から3分の1を切り戻します。この高さですとだいたいこのくらいですね。でこの時切る時のポイントです。結構太い、枝のところで切ってください。あんまり細い高いところで怖い怖いって言って高めにこう切ってしまうと、細いところで切るとあんまりいい花が咲きません。2番花も結構しっかりした花が咲きますから、今のうちに、しっかりと切るっていうことを覚えてくださいね。だいたい高さを揃えればいいですよ。で時々こう枝と枝が近かったらどちらか1本にしても構いません。はい、だいたい切り終えました。ここからまた、いい芽からここからまたこう伸びてきてお花が咲くまでは約1ヶ月ぐらいかかると思いますが、まだ十分に夏前にもう一度綺麗な花見れるので、ぜひ、切ってみてください。はい、2番花を見る剪定はこんな感じに切りました。でこの後しっかりとこう見直し点検をして、混んでいるところがまだないかなとか、切ってないところがないかなとか、そんなチェックも必ず行ってくださいね。ただしこれはもう生育していて十分に、成長してもう花を見るそういう株です。ここから大きく伸ばそうとしている木立バラやつるバラはまだ生育中なので葉が大事です。本当に葉がなくなると、光合成ができなくなるので生育も止まってしまいます。強くは切り戻せません。今大きく伸ばそうとしているバラは強くは切り戻してはいけません。特に昨年秋以降購入した大苗、この春購入した新苗は枝先を揃えるくらいの軽い剪定で、弱い枝を抜くくらいの軽い剪定を行ってください。怖い方は本当につぼみを取る、そのくらいでも結構です。苗なので枝を出させて成長させることに、注力しましょう。つぼみがついても9月までは咲かせずにつぼみを取りましょう。きっとぐんぐん伸びて秋までにはとっても立派な姿になることでしょう。はい、次に灌水です。まず鉢植えのことからお話します。これからベーサルシュート、来年の主冠となってとてもいい花を咲かせる太い枝ですね。これが出る時期です。この時期の灌水がとっても重要です。本当にここからの作業が、まあ、灌水にしても肥料やりにしても全てそうなんですが、ここからの作業がとっても重要になりますから、よく、見てやってくださいね。シュートは乾燥気味だと伸びません。鉢植えは毎朝灌水しても良い時期になります。ただ半日陰だったり鉢がバラの根に対して大きすぎると乾きづらいです。乾きづらいのにまた水をあげると根腐れの原因になってしまうので、よく見て、灌水してください。一鉢ずつ丁寧に観察してから与えてくださいね。面倒くさいからといって乾くものに合わせて乾かないのも同じように灌水をしてしまうと、根があまりいい状態でなくなってきます。かえって逆効果です。そういうものは灌水しないでください。根の張りが弱くなってきます。また水をかけた時なかなか水はけが、悪くて水がこうはけない場合には根詰まりしているかもしれません。夏前に鉢増しをしましょう。次に地植えの灌水です。お住まいの地域によって降水量が違うとは思いますが、あまりにも乾いている場合はしっかりと与えてください。水の量が少ないと肥料の効きにも影響してきます。また品種によってはつぼみのうちに落ちてしまうこともあります。
多いものもダメですが、乾きすぎるのもダメです。生育期に大きくしたい株はこまめに灌水してください。また最近ではバラの害虫でハダニっていうものがすごく増えて被害が出ています。この時期から灌水とは別に葉に強いシャワーをかけてハダニを吹き飛ばすと効果があるので試してみてください。これは鉢植えの方もやってみてください。特にベランダなど風通しが悪いとハダニが発生します。ではちょっとやってみますね。はい、水やりは午前中の方がいいですね。たっぷりと、葉をしっかりかけるような感じ、根元にも、あまり動かさずしっかりこうやってかけてください。その後ですね、葉を裏からこう洗うように、シリンジしてください。こうするだけで小さいアブラムシやハダニは居づらくなります。こんな風にして、今からいろんな虫を予防しましょう。次に消毒です。まず害虫のことからお話します。いや、今年もね、害虫が結構出てますね。3月からの、定期的に、週1回、10日に1回ぐらい、しっかりと定期消毒している方のお家にはまだそんなに大きな被害は出ていないんじゃないかなと思いますが、小松ガーデンもそうですが、定期的にね、お客様のところに行く苗なので、しっかりと消毒してます。さほどそんなに被害は多くないんですが、それでもいろんな虫がそろそろこう目にするような、いろんな虫を目にするような、そんな時期になってまいりました。蝶々も飛んだり、ガも飛んだり、コガネムシも来たり、中レンジハバチも来たり、忙しいです。この時期に、特にガヤチョウが多く飛んでいる、コガネムシの食害がひどいなど、結構お花を、食害するような虫が多い場合には、あまり、全体の数を、増やしてしまうと、また秋もすごいことになってくるので、きちんと今のうちから退治してください。毛虫や芋虫の類にはベニカエス乳剤、アファーム乳剤、そしてモスピラン液剤がおすすめです。結構肌にも出やすいので、先ほどシリンジなんかの話もしましたが、ベニカ R 乳剤やダニ太郎、この辺も一度散布して発生している場所には注意して、よく観察してください。また、カミキリムシの幼虫に根を食害されるっていうのを、本当によく聞きますが、今が大事です。根元の観察、こう木くずが出てないか、そういうのを見ながら、またこういうお薬もきちんとモスピランなど株元に、しっかりと散布しておいてください。だいたい2週間に1回くらいでいいので、しっかり散布していただくと卵も産まなくなって、根も食害されないようになります。せっかく育てた大事なバラが3年くらいするとそうやって、食害の対象になってくるので、太くなって立派になったつるバラなんかこそ、注意してこういろんなところを観察してみてくださいね。特に根元のところはよく見てください。はい、消毒。次は病気のことをお話します。春から黄色い葉っぱになってもう黒星病が出ているなんていう方いらっしゃると思います。ここからますますそれが加速していきます。雨がね、結構多いですから、この時期は本当に病気も虫も多くなってきます。先ほども言いました、葉っぱが大事で、成長には葉がすごく大事ということは、葉を食べられてもいけないし、葉が病気で落ちてしまってもいけない。黒星病、うどんこ病、ハイカビ病などが発生する時期です。予防がベストですが、うどんこ病は発生初期に登録のあるものでしっかりと散布すればひどくなりません。まずよく観察してください。うどんこ病は先端がちょっと粉が吹いたようになったり、こうちょっとひねれたような感じで葉っぱが縮れてきます。治療にはこちらパンチョTF 水和剤、これおすすめです。あとサルバトーレ、
ME、 これもおすすめです。黒星病の治療にはサプロール乳剤、そしてサルバトーレ液剤、ラリー乳剤、この辺を持っていると、治療はできます。ここで大事なことなんですけど、やっぱり私なんかもそうなんですが、今日も雨降りそうだなって思うとちょっと心がざわざわして、あ、病気が増えたらやだなって思います。雨が降るからといって、消毒を先延ばしてはいけません。そうすると発生が一気に広がってきます。雨の前でもかかりやすい品種には散布をおすすめします。また黒星病は雨で広がるっていうのが、まあ、普通にあることなので、鉢植えなんかはちょっと軒下に持っていったりしてあげるといいですね。今日の動画いかがだったでしょうか。6月の作業はまだたくさんありますが、楽しみながら、バラも見ながらやっていただきたいと思います。2番花もまだまだ楽しめます。で、見てください、こんな風に、10月から販売する、秋売りの球根なんですが、これアリアムギガンチューム、バラの季節にちょうどこう咲いてきます。まあ、バラにとっても似合うので、私たちもいろんなところに植えてますが、こんなのもまた秋になったら販売します。花とバラ、いろんなものを楽しみながら豊かな暮らしをしてください。それでは皆さん、ごきげんよう。